今回の件なんですけど、ダウンタウンの浜田雅功さんの妻である小川まつみさんが家を出て行ったという報道がありました。浜田雅功さんについては、以前不倫報道が出ていましたが、妻の小川まつみさんは離婚については否定し、我が家は大丈夫ですとコメントしました。そんな小川まつみさんもついに我慢の限界になり、家を出て行ったのではないかという意見もありますが、舞台に集中するため部屋を別で借りたという情報もあります。いずれにしても別居しながら結婚生活は続けるようなので、他人がとやかく言うようなことではないのかなと個人的には思っています。皆さんは今回の件についてどう思いますか？